皆様こんにちは、白役の大子小太郎です。僕が千と千尋の神隠しに初めて出会ったのは小学生ぐらいの頃だったんですけど、まさかその自分がジブリに出るなんて思ってもなかったので、いざこうやって白役を演じさせていただけるってなって、改めて作品として、見てみると、きっと僕が年を取ったっていうのもあると思うんですけど、すごく神秘的な壮大なスケールを感じることができて、目で見るのはもちろんなんですけど、なんか五感で感じるというか、肌全体を通してすごくひしひしとあの世界観が降ってくる感覚に陥りました。で、白役を作っていくにあたってなんですけど、もちろんあの原作に最大限寄り添って、リスペクトしながら、演出家のジョンさんと一緒に大事に大事に育てながら、一緒に白を作っていけたらいいなって思ってます。舞台千と千尋の神隠し、日本のみならず世界中の皆様に愛される、作品ですが、舞台千と千尋の神隠しも、皆様に深く深く愛していただけるような作品になるよう精一杯、努めていきますので、公演を楽しみにしていてください。